スターシードのための地球ガイドナビゲーターの淳代です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回なんですけど、前回の動画で A 社がこの地球には分離の作用が働いているって話をしていたんですけど、その分離っていうのは具体的にどういうことなのっていうのを聞いてみたんですけど、とんでもない内容になりましたので、こちらは生セッションの様子をそのまま出しておりますので、ちょっと聞きづらい部分があるかと思いますし、私がとてもあくびをしております。これは脳のスイッチの機能の関係でどうしても眠くなるというところがありますので、そこはご容赦願いたいと思います。大変ぶっ飛んだ内容ですので、最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。私たちが知っている形じゃないっていうことを言うと、シルク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 、シルクシルクシルク、地球は平面である、シルク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 、ドーム型なの、あしゅく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 、あしゅく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 、反対側に別の次元がある、しゅく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 、あしゅくしゅくしゅく、どういうこと、しゅくしゅくしゅく、シルク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 、地球の起源というものはシルク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 、そもそも種の実験場だった。ハクシュ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 ク、実験場として選ばれた。シュク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 シュ、あらゆるシュクシュクシュいう宇宙人がシュクシュやってきて、シュクシュクシュを種の進化というものをシュークシュークシュー観察するのに適した星だった。シューク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 ポータルの出入り口になる。シューク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 シュー、多種多様なシュークシュークシュー、生物のシュークシュークシュー、シュークシュー観察をするのにシュークシュー適した場所であった。シュークシュークシュークシュー、
太陽系主翼主惑星主翼主太陽系の太陽系の惑星に起源を持つ宇宙人たちがこぞってこの場を実験場として使っていた。主翼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 。だからこのように多種多様な生き物が溢れている。主翼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 。そう、主翼主翼主翼。主翼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 。その2つの次元が同時に存在しているため、主翼主翼主翼の次元が同時に存在しているため、はい、主翼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 が同時に存在しているため、主翼主翼主翼。ああ、自然と分離という作用が働くようになっているんだ。主翼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 。すでに進化した地球というのも存在している。過去というのも存在している、同時に存在している。ただレイヤーが違うだけ。全ては同時進行である。よくわかんないね、難しいで。シュク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 。山頂が山頂はそこであり、海底が山頂である。シューク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 シュー。真逆の視点で見るとシューク世界がひっくり返るであろう。シュークシュークシュークシュー。そのうちシルシルシュークシュー。地球の次元が向上することによって、シュークシュークシュー、それがシュークシュークシュー公のものとなっていく。シューク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 シュー。世間に知らされていく本当のことが。シューク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 シュー。この謎が解けた時、シューク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 シュー。そこで主翼主翼主翼。そこで主翼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 。新たな地球として主翼主翼主翼繁栄していくだろう。主翼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 。昆虫と呼ばれているものたちは、シュークシュークシュークシュー。もともとシュークシュークシュークシュー。外宇宙。シュークシュークシューク。地球。太陽系外のシュークシュークシュー。惑星から来ている宇宙人たちが、自分の分身として、シュルシュルシュル作り出したものである。シュル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 。自分たちの住んでいる星の環境が悪くなった時に、
収録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 、自分たちがこの地球という星で生きられるかどうかを実験した収録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 、その、実験ロボット収録収録収録たちが収録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 のに放たれて収録収録収録それぞれ自然と進化していった。シューク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 シュー、すべてはシュークシュークシュークシュー、宇宙はシュークシュークシュー、自然と発生したのではものではない、シュークシュークシュー、意図によってシュシュシュ表された作られたというのがシュシュ地球上の生物たちである。はっはっ、いろいろある宇宙シュ